はい、どうも、まのちです。よろしくお願いします。はい。なんだっけ。監督モードで横浜 DeNA ベイスターズを優勝させたい。弱くても勝てます。はい。今回、ヤクルト戦です。はい。いやー、巨人強い。今3連敗中となってるんですけど、これ全部巨人に負けました。強いわ、巨人。まあ、動画撮るときは勝つから頑張って。お、やばい、番長、ゼフ長。どうしよう。いや、信じましょう、番長。よし。うん。問題ないっす。これいきましょう。いやー、結構ね、前半の方はずっと横浜1位だったんだけどね、巨人に抜かされてからが早かったね。もうすっごい勢いでゲーム差開いてったから、今独壇場だからさ、横浜スタジアムには大観衆が詰めかけています。ね、まだ諦めるの早いからさ、理想は、1位でクライマックスなんだけど、最低でも2位には入りたいよね。ここまで頑張ってるわけだし、まあそのためにも勝ちましょう。頑張れ番長。まあ見ていけでしょ、分かってるんだって。おろ、間違った。ナイス、いいね、機敏の動き。ブランコ年間3回ぐらいあるよね、ブランコの機敏の動きって。オッケー、任せる。ナイスナイス、よし。気をつけろ、カツオカブ持ってるぞ。さあ、スワローズもエースが登板ということになります。さあ、そのエースアウト、ワンアウトです。そっか、ゲームの中だとやっぱりカツオがエースっていう扱いになるんだね。引っ張った、走れ、無理か。一塁送球、ツーアウトになりました。バルディリス打ちました。ナイバッチェ、お、ナイバッチだよ。いや、いいね、オートスタートが生きたね。三塁まで行けたよ。さあ、金城さん頑張ってください。落ちろ落ちろ落ちろ、よし。お、ブランコ頑張ってる、ブランコ頑張ってる。おい、いいね、ブランコ。よし、田村。セカンドが落下点に入ります。ナイス、先制点ですよ。スリーアウトです。なんかこうイメージとしては先制点取るとその後逆転されちゃうみたいなさ、まあそういうイメージがちょっとあるから、それを払拭したよね。一度も逆転されることなく逃げ切るみたいなさ。よっしゃい、ナイス。ミレッチ6番か。打ちました。これはどうか。ナイス、いいね、いいね、いいね。近所。ライトの守備適性が A だったからね、近所は。おお、ずいぶん振り遅れたな。頑張れ、クルバネ。打率1割8分。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。ここでバントするのがセオリーだと思うだろ。バスターなんだよね。弱くても勝てます、ルールは。すくい上げた、戻って、よし、大丈夫、無駄じゃないから。バレンティン、よく間に合いました。ファインプレイ、ファインプレイ。あ、打ちました、いい当たりだ。伸びていく、どうだ、入れば同点、入った。痛い一発を浴びました。しゃあない、打ちました、これもいったか。びっくりしたじゃん、入れば
マジで引っ張った。あ、マジびっくりした。一塁送球。いや、番長ベテランだから修正能力は持ってるはずだから。変化球からやっぱね、修正能力ない人間が長いこと先発はできませんよ。このところ勝ち星から遠ざかっているベイスターズは現在3連敗で、よしよしよし、アウト、スリーアウトです。あとは味方の援護を信じましょう。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウトです。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち掴んでツーアウトです。打席にはホームランが見たいです。ホームランが見たいです。打ちました。くそ。セカンドが構えます。山田が抑えてスリーアウトチェンジです。いや大丈夫だよ、全然焦ることないよ。見逃し三振。オーケー、任せる。よし、空振りを取ります。打順は4番。怖いバッターだよ。うい、番長スリーアウトチェンジ。 DeNA ベイスターズ4回塁に出てくれ、マジで。2球目打ちました。荒木が抑えています。ワンアウト。まずはワンアウトを取っています。引っ張った。いやー、ヒット打てねえな。アウト、ツーアウト。バッター変化球振るなよ。スリー、5回に入ります。よし頼む。打ちました。よし、アウト、ワンアウト。任せる。よし、取りました。ツーアウトになりました。バッター2球目打ちました。いや番長どうしようかな、変えようかな。絶不調ってこと考えたら変えてもいいんだけどね。同点です。ホームラン1本だからね、打たれてんのがね。変える必要ないね。これから5回の裏、ベースの黒羽した。うん、変えないわ、頑張って。変化球絡み。いやー、カツオやべえな。インサイド、ライトライナー掴んで、ここまでのハイライト。なんかあれだね、互いにこう切り札ちゃんと持ってる感じでいいよね。ベイスターズ同点で迎える6回です。よし、さあ小宮山さん、まずは先頭バッターですよね。そうですね、塁に出して余計なし。引っ張った。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。今のカツオだよね。ワンアウトランナー一塁となりました。ここはなかなかいいバッティングをされました。何気にさ、打率が3割3厘だったんだよね。あ、ごめん。さあ一打勝ち越しの場面、ここでスワローズ雄一代打ります。コージャケン、ここでよし、空振り三振に切って取りました。ツーアウトになって、外の球打った。オッケー、ファースト取った。そのまま入って一塁アウト。これでスリーアウト。リプレイでご覧いただきましょう。勝ち取ろう。6回の裏、6回の裏、高めのボール、ナイバッチャー。送りバントしたいけどできないんだよね。ここはうまくバットが出ましたね。頼みます。アウトコースショートに任せます。森岡抑えてワンアウト。ワンアウトランナー1、頼む。打ちました。取ってツーアウトです。ツーアウトランナー一塁とかあります。頼む、頼むぞ。よし、フォアボール。ツーアウトながらこのフォアボールで得点圏に勝ち越しのランナーが進んでいます。さあ貴重、頼む、マジで信じてる。打った、ショート取った。二塁送球、
二塁アウト、これで3アウト。リプレイでご覧いただきましょう。よし、このバレンティンを抑えてほしいんで、そのために俺バンチョ残しといたの。バッターボック小宮山さん、ここまでお互いにエースとして、ああ打ちました、ヒットになった。今日初ヒットでしょ。これでマルチヒット、うん、嘘ついた、マルチヒットだったわ。今日バレンティンに打たれてねえなと思ってバンチョ残しといたのね。コース自体は良かったんですけどね。バッターは5番、ゲッツ。オッケーオッケーオッケー、いいよ。これは内野フライ、落下点に入ります。よし、セカンドフライ抑えてアウト、ワンアウト。うちのボール打っていった、取ってやって、よし、うまい。ツーアウトランナー一塁とか。いやー小宮山さん、ナイスプレーですね。さて、さっきホームラン打たれてるけど、大丈夫っしょ、番長なら。インサイド打った、抜けていった、打つねー。ボールは中継、レフト前ヒット、これでマルチヒット。ここは得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは、さっきね、いいファール打たれちゃってんだよね。ここで声をかけ、レフトへ、よし、掴んで3アウト。番長よくやった、素晴らしい仕事でした。先ほどのプレーです。7回の裏スワローズ、今ブルペンに、よし、頑張れ。ナイバッチ。球目打ちました。これはどうか。スタンドには。よし、二塁。え？これが今日の初ヒット。いや、行ってもよかったけどな。リプレイでご覧いただきましょう。8番バッター黒羽。送りバント。成功させろ。絶対成功させろ。バントしました。三塁方向。大丈夫。よし。よしよしよし。ナイスバント。一塁アウト。ここで。で、代打で、うん、左キラーの後藤さん。さあピッチャーに打順が回ってきましたが、コンパクトに打てて打率が3割4分4厘まで上がるから、これでいきましょう。頼むぞ。大歓声を背に打席に、ナイスマッチ。しゃあ、もう走る、間に合うの、間に合うの、よっしゃー、素晴らしいですよ。任せる、うん、進塁だと思えば大丈夫。そのまま入って一塁アウト、これは進塁打になりました。バッターはチャンスに強いしな、頼むぞ、なんとかしがいて、今日1本打ってるよね確か。よし、よっしゃ、ここはうまく打ち返していきました。頼む、引っ張った、うーん、しかないか。二塁送球、セカンドホースアウト、スリーアウト。よし、これでいきましょうか。うん、これでいこう。今リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。頼むぞ、頑張れよ。これから8回、頑張れ。引っ張った。よし、大丈夫大丈夫大丈夫。一塁送球、おし、ナイピッチ、頼む、引っ張った、おし、一塁アウトで、オッケー、チェンジです。
さあ交代を告げられバーネットリリーフカリのバッターは信じましょう守護神を今なんとかしてくれ4番おっしゃは5番頼むぞ成功させろよランナースタートキャッチャー送球しておっしゃ追い切ってきました盗塁成功ですムードアップしたし打ってるだろう打ってくれレフト線大きな打球だ伸びていくよく飛んだねそれがすごい逆にすげえわ右打ち打ちのボール打ったこれは大きな打球伸びていくライト深いところを破っていきましたセカンドランナーよっしゃナイバッチさあご覧いただきましょう見事なタイムリーこの試合うわバッターボックスは8番黒羽あえて変えねえここまでね1点に抑えてるキャッチャーではあるからうっしゃうっしゃじゃねえなしょうがねえよ変えた方がよかったかな掴んで3アウトこの回の攻撃よしまあちょっと疲労のこともあるし荒波をライト持ってって1塁にノリさん持ってってっていう感じでいきましょうかねうんこれいきましょうよしあとは守護神に任せますナイスよしーー3点差だけど、まあ、ある意味正解と考えよう打ちましたよしよしよしセカンドが落下点に入ります内村が掴んで2アウト2アウトランナー1塁とかあります大事だよ打ちました取りましたよっしゃこれで3アウトやりました弱くても勝てますなんかすごい久々に言ったような気がするやったあれね、ここが勝負だ、つかなかったね宮山さん、なんとかリードいややりましたやっぱあれだよね、その自分が指示出してそれが成功するとすごく嬉しいこの試合で言えば田村の右打ちとか、まあ、あれは進塁打狙ってのことだったんだけど、まあ、結果的にねやったぜ番長何やかんで7回投げ切ってんのか素晴らしいよやりましたうんよかったよ、うん、通算50セーブおめでとうございますよしどんどん成長してくれやりましたやったぜ弱くても勝てますいや嬉しい久々の勝利だったんじゃないかないや本当嬉しいですはいよしそんじゃ今回はここで終わろうと思いますそんじゃありますバイバイ